東日本大震災、多くの人に犠牲があり、多くの家が流された、そのような大震災がありました。その後にですね、私は本当に素晴らしいニュースを聞きました。それはホーププロジェクトという、そういうプロジェクトの話だったんですね。このホーププロジェクトは何をしているかというと、津波で流されて割れてしまった、壊れてしまった陶器、この陶器を拾い集めて、そしてきれいにし、磨いてアクセサリーにする。本当にこの絶望的な状況からこの希望を与えるような、そのようなプロジェクトだということだったんですね。私は本当にそのドキュメンタリーを見たときにですね、素晴らしいなと思って、そのホームページを見させていただきました。そこを見るとですね、そのがれきだけではなくて、そこで働いている人たちは津波で家族を亡くしたり家を亡くしたり、そういう絶望的な状況の中を歩んだ人たちが共に働いて、がれきを磨き、きれいにし、そして価値を与え、アクセサリーにして売っていたんですね。そこで働いている人たちも希望が与えられる、そして何よりもそれを受け取った人たちも本当に素晴らしい希望を見出す、希望のプロジェクトだなって思ったんですね。で、このプロジェクトを聞いていたときに、神様が私たちの見る視点も同じだなって思ったんです。私たちも社会の荒波の中で揉まれて傷つき、欠けてしまったり、自分の欠けに気づいたり、自分を責めてしまったり、こんな私には価値がない、そのように思ってしまうこともあると思うんですね。でも見る人から見たら、神様から見たら、そんな価値がない私たちを神様は拾い上げ、救い出し、きれいにし、整え、輝かせてくださる。神様の目から見たら、私たち一人一人もホーププロジェクトなんですね。皆さんも普段の生活の中で、もしかしたら会社の生活の中で、学校の生活の中で、自分には価値がないんだ、そのように思ってしまうことがあるかもしれません。でもそんな時に、今日のこの御言葉をもう一度思い出していただきたいんですね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様の視点で皆さん自分自身の価値をもう一度見出してください。